双光一母あるいは雷鼓一号母は中国の湖北省瑞県で発見された戦国時代初期の諸侯の墓。占い字型の縦穴墓で南北16.5メートル、東西21メートル。1977年9月、瑞県の東段波で中国人民解放軍空軍の英社を拡張するために山腹に葉っぱをかけていたところ、 地下の褐色のデ度ドの中から墓の一部が発見された。施向者の大家隆と帝国県が県の文化部門に通報したが当初は重視されなかった。この時墓の砂場港からは青銅製の文物が出土していたが現場の工事担当者によって廃品として売り払われていた。その後、大家隆が3回にわたって県庁に赴いて専門家の視察を求めたため、 関連部門の注意を引いた。1978年5月11日に文物考古部門が発掘を開始し、17日に泥水に使った墓の排水を始めた。21日に洞窟道を発見し、23日には水位が下降して走行をつ変症が水面に露出した。母主は45歳前後の男性。 純奏者は十三から二十五歳の女性二十一人。出土した道章の名分の鑑定を経て、戦国初期の匹国の名を、おつという君主の墓であると判明したため、母主は、奏功おつと呼ばれるようになった。墓葬年代は、その計を五十六年頃と推定されている。墓の中から大量の青銅製の霊器をはじめ楽器、兵器、近器、玉器、砂歯器、漆器、木器。 地区機及び地区間などの文物15,404件が発見され、そのうち8件が国宝に指定された。ありがとうございます。